どうもこんにちは、イコールです。今回は西方の夜空の周回編成紹介していこうと思います。先に言っておくんですが、西方の夜空に関しては、ソロでプラマラできるというところが唯一のメリットでして、例えばね、僕は暇なので、毎日超プラスのゲリラ来ますよね。1時間丸々マルチで回れますっていう方、西方の夜空を回る必要性1ミリもありません。1ミリもないです。本当にスタミナ効率も悪いし、ソロで回れるっていうこと以外のメリットは一つもないので、特に無課金勢とかね、石貴重ですって人は絶対に回らなくていい。この編成はあくまで、例えば時間が余裕なくてソロでもいいから回りたい人とか、あとマルチが嫌いな人、俺そっちなんだけど、俺マルチ苦手なんだよね。1時間丸々回るとかっていうのが。なんで今回はね、ソロでプラマラ僕もしたいんで、紹介していこうと思います。西方の夜空の周回編成3パターンやっていきましょう。はい、ということでまずは一つ目、獅子若丸と、最強組み合わせた編成になります。これ結構編成難易度高いかな、この中でも。はい、でも一応この編成に関してはね、1,2,3 階層は固定の動きで、4階層のみちょっとね、敵によって行動が変える必要があって、まあ、変えなくてもいいんだけどね、あのめんどくさいと思うんで、あの7コンボと8コンボでね、少し行動変えます。はい、で5階層ですね。5階層も完全にずらして OK で、6階層ラスト1コンボいるって感じの編成になっております。まあちょっとねパズル要素あるとはいえどもですね、今までの既存の僕が動画で上げてる編成に比べたら圧倒的に楽なので、今回はこちらの編成でまずはやっていこうと思います。いきましょう。じゃあ周回やっていきましょう。1階層からですね。この編成よく考えたら動き完全固定でもいけるんで、あーでもまあ1階層でちょっと闇多い場合例外だけど、まず1階層こんな感じで闇ここだけ消して突破してあげてください。はい、闇5残してもらえれば OK。 まあ厳密には下の4つかな。で2階層ですね、チャン使います。はい、2階層チャン使ってあげて列で突破していくと。で3階層ですね、3階層残ってる闇4で突破してあげてください。獅子若丸の追い打ちが発動するのでこれで倒せます。はい、簡単、突破していくと。そして4階層ですね、はい、これ突破してあげて、4階層ティターニアとアポロって、あの必要コンボ数変わるんですね。アポロが7コンボ、ティターニアが8コンボなんだけど、まあおすすめとしては再起からのチョコラブ使ってあげて、このルート組んであげることも推奨します。こっから行きます。こっから上上げてあげて下に下ろします。これで終わりです。はい、こう来てこう、これで OK ですね。まあ、これで盤面8コンボ確定で組めるんですけど、ルートも楽じゃないですか。なんで別にね、よほど時間求めてない限りはもうこの配置組んであげることをお勧めします。はい、でまあこれでどっちでもこれで確定で突破できると。で5階層残ってるスキル右から全部使っていきます。マシンノア使ってあげて、チャン使ってあげて、不動明を使います。はい、マシンノア使ってあげて、6階所からの、チャンで1列、これマシンは進化前ね、ちなみに。で、不動明も使ってあげて、ずらすだけです。これで確定で6コンボ。はい、すごい簡単ですね。で、ラストはね、攻撃色1コンボ、もしくは式神使ってあげて、これで確定でも突破でも OK です。まあ、めんどくさい方は式神でもいいと思うけど、まあ、基本的にはまあ1コンボでいいと思います。あの、どの色消してもね、あの、獅子若丸の追い打ちで倒せるんで、どの色でもいいです。じゃあ、実際にこの遠征でね、周回してみましょう。あの、今のね、解説してたんで、ちょっとタイム見てほしいんでね、行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、まず1階層式神使ってあげましょう。式神使ってあげて闇の5で倒していきます。はい、これで OK ですね。闇5で倒していきます。はい、で2階層チャン使いましょう。2階層チャン使ってあげて1列で突破していくと。はい、これで OK ですね。1列で突破していきます。そして3階層は闇の4で突破していきましょう。はい、はい、闇4組んであげて追い打ちで突破していきます。で4階層再起からのチョコラブ使いましょう。はい、ちょうどティターニア来たんでいいですね。再起からのチョコラブ使ってあげて、はいはいはい、でこっからこの配置組んであげるだけ。これで確定で8コンボで突破していきます。はい、で5階層ですね。5階層に関しては残ってるスキルを右から使ってあげただけ。はいはいはい、敵の行動が長え。マシンナー使ってあげて、チャン使ってあげて、フェダメを使ってあげましょう。これで OK です。はい、4コンボからの2コンボか3で6コンボで突破していきます。はい、でラスト1コンボしてあげましょう。これで終わりです。超簡単。はい、こんな感じ。じゃあこれでタイム見ていきましょう。こんな感じで周回できるんですが、大体これで1周どんぐらいかっていうと、ユーザー情報のプレイ履歴でこちら、はい、1分22秒82秒ですね。まあ、さっき紹介してても1分50秒なんで、まあ、82秒ってもう十分なタイムっすよね。めちゃめちゃ早い方だと思う、全然。なんでね、これでしかも簡単に回れるということもありましてね、まあ、もし回る方がいましたらぜひこの編成をおすすめします。まあ、続きまして少し編成難易度下がった編成いきましょう。
さあ、こちら2つ目の編成になります。今回ね、似たような編成今から2パターン紹介するんですけど、こっちに関しては最後攻撃色1コンボ必須で、こっちに関しては最後ブレスで突破できる編成になってます。まあ、なんで組める人はこっちの方がおすすめ。まずは組めない人向けにこっちから紹介していきましょう。はい、まあ、こんな感じの編成です。まあ、多分ね、これ組める人次の編成組めると思うんで、一応この編成紹介しておきますが、こっちはあんまりおすすめできません。まあ、一応行きましょう。はい、ということで、じゃあやっていきましょう。まずは1階層からですね。はい、バッチ自由なんでね、好きなバッチつけてあげてください。1階層オメガ使います。はい、オメガ使ってあげて闇の6で倒していきます。これで OK ですね。闇6で突破していくと。はい、そして2階層火の6で倒していきます。はい、さっき消した分で余ってる分があるんでね、火の6使って倒してあげてください。これで OK です。そして3階層ルシファー使います。はい、ルシファー使ってあげて、これで追い打ち組んで倒していきます。はいはいはい。そして4階層ですね、カルクリゴヨモンからのチョコラブ使います。でもこれもハイチャーね、さっきと一緒で OK です。はい、辛いもん使ってあげて、チョコラブ使ってあげて、はい、この配置組んであげて、これで OK ですね。8コンボ確定で組めます。はい、これで突破していくと。そして5階層に関しても、こちらカラクレゴエモン使ってあげます。カラクレゴエモン使ってあげて、はい、カラクレゴエモン使ってあげて、6解除プラス火花火、そして不動明を使ってあげてずらすだけ。これで OK です。はい、これで加算込みで6コンボになりますと。はい、で6階層ラスト攻撃色1コンボしてあげてください。これで突破できます。はい、こんな感じですね。まあ、こっちに関してはラストパズル必要なんで少し時間かかっちゃいますが、まあ、これでも言ってもね、タイム自体は多分90秒台は全然乗ってると思うんだよね。ユーザー情報、プレイ履歴、はい、やっぱ86秒ですね。全然余裕で出てるね、タイム。なんで、まあ、これでも十分早く回れると思います。はい、次の編成いきましょう。はい、じゃあ今日最後の編成ですね。この編成はさっきの編成より編成難易度少し上がってるんだけど、ゆかりのブレスでね、最後突破してあげる編成になっております。はい、でも、まあ、代用に関してはほとんどなくて、カラクリゴヨモンに回復キラー武器つけてあげて、あとなんだろう、ヘラルナ武器に関しては HP50 倍か武器でも OK。 ただその場合はウェルドールをバリリアに変えてあげるとか、あとはね、フーミンの場所をあれだね、リナ武器とかに変えてあげる必要があります。まあね、そもそも西方の夜空回る人って結構ね、ガチってる人だと思うので編成難易度上がってはいるんですが、その分ね、かなり快適に回れる編成となっております。実際にやっていきましょう。じゃあ実際にやっていきましょう。はい、行きましょう。まずは1階層からですね。さっきの編成とあんまり立ち回りは変わりません。1階層オメガ使います。で闇だけ消してあげてください。はい、で2階層ですね。2階層1列で倒してあげます。はい、これで倒していくと。まあ、ここに関しては盤面の運とかもあるけど、基本的にはまあずらしだけで倒せます。で3階層ですね。3階層ルシファー使ってあげましょう。ルシファー使ってあげて追い打ち組んで倒していきます。はい、ここねちゃんと追い打ちになってるか確認してください。万が一追い打ちになってなかった場合は、ね、負けるんで注意してください。で4階層ですね。4階層カラクレゴヨモンからの、はい、チョコラブ使います。で組み方に関してはさっきも説明したこれですね。これで倒していきます。はい、上ずらして左持っていって下にずらすやり方。これで8コンボ確定で組めます。これで OK。 そして5階層に関しては進化前カラクリゴヨモンからの不動明からの、加算込みで6コンボ組みます。はい、カラクリゴヨモン使ってあげて不動明使ってあげて普通にずらしてあげれば OK です。これで6コンボですね。はい、4コンボからの2コンボ加算で6コンボ、これで格差すできます。はい、でラスト溜まり直したゆかりを使ってあげます。はい、これで周回できる編成となっております。ラストねブレス突破できるんで、その分まあ楽かなって感じ。さっきまでの2個ともの編成はどちらもねブレス突破できなかったんで、まあ、そこが楽になってます。はい、でこれで大体1周が79秒70秒台ですね。まあ、これは十分早いと思う。僕の回ってる別の方の編成が82秒ぐらいなんで、これに関しては少しめんどくさいとはいいどもね、かなり早いと思います。79秒っていうのはね。なんでまあ、そんな感じで回れる編成となっております。はい。まあこんな感じがね、西方の夜空の周回編成となります。まあ今回結構いろいろ紹介したんですけどね、一つだけ言っておくと、まあ結局この編成とかで回ったとしても、プラス125なんですね。うん。それに対してね、超プラスは、プラス自体の数はね、少ないんだけど、その分ね、スタミナ効率がめちゃくちゃいいということでね、まあ、もう一度言いますが、マルチができる方に関してはね、
超プラスをマルチで回ってもらえれば OK です。ただそれ以上で欲しい人とか、あとはマルチが苦手、もしくはそのゲリラの時間に合わせてパズドラをする気力がないっていう人に関してはね、僕みたいな人ですね、西方ネズラめっちゃおすすめなんで、ぜひとも周回しましょう。そんな感じで今回の動画ここで終わりにしようと思います。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。